こんにちは、猫じじいです。じゃあ今日もね、いろいろやっていきたいと思います。とりあえず、家はいいから、そうですね、せっかく覚えたんで、罠を作りましょうか。この間はね、スパイク罠を作ったんですけど、今回は、まあ、迷い込んでなくても捕まえられるというキラートラップをね、どこかに作りたいんだけど、どうしようかな。この辺でいいか。ね、せっかく覚えてきたんで、キラートラップを作りましょう。いいとこ隙間ありますね。じゃあ、丸太と長い棒。お家にキラートラップがあるとね、ほっといても動物捕まえてくれるんで、結構便利です。はい、完成。じゃあセットしときましょうね。あ、セットされてる。OK。じゃあこれに餌？動物がかかってくれるのを期待して待ちましょう。骨の針を釣り針に3本加工します。骨の針が足りなくなっちゃうと困るんで、骨を収集してね、骨や針は出しときます。本体もね、作り出しときましょう。なんか刀音って覚えましたね。たまにね、よくわかんないタイミングでよくわかんないものが覚えます。はい、これでお肉干せるところはできたけど、屋根ないじゃん。もう捕まってる。いいっすね。カピバラちゃんが確保できました。これでね、お肉食べたいときいつでもセットしてお出かけすれば、自動でお肉が手に入るというね、自動お肉捕獲器、完成です。体洗えるかな？これね、バグでね、洗えたり洗えなかったりなんですが、洗えないことが多いかも。泥は取れるんですけどね。その時は川の真ん中まで行って洗う。いつもながらエイに注意です。こんなに水流れてるのね。お、ガルガル言ってる。ジャガーちゃん来てますね。来てます来てます。頭隠してシールが臭す。ボディでいいんで折っちゃいます。まあそのうち死ぬでしょう。3本もいるときは死ぬでしょう。ガルガル言ってるけど動いてこないからね。尻尾振ってないね。あ、振ってる振ってる。生きてんのか死んでんのか、なんかいまいちガル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 言いながら。お、生きてますな。お顔出してくれる。はい、へっしょ。よくわかんないですが。はい、ジャガーさん、一丁上がり。だから、全部帰ってきましたね。水。もう少し。水。オッケー。
知ったら、そこのね、乾燥機の上だけでも屋根を作っちゃいたいですね。しゃがみながらジャンプ。あ、ロープが足りない。はい、こっちの乾燥機も屋根ができました。これでね、ここでも乾燥ができます。じゃあ、もう一個、もう一回、カピバラさん取りますかね。黄色5匹。おー、じゃらっとついてますな。いいね、便利便利。こっちの罠は大丈夫だね。捕まってる、捕まってる。やったね。カピバラさん、いらっしゃい。ありがとうございます。来てくれて。よいしょ。それでね、肉全部きれいになりましたよ。雨降ってると洗えないみたいだな。雨降ってない時は普通に洗えない。空いてるところにね、干しときましょう。それでね、お肉満タンになりました。ということでね、お手軽なんで、キラトラップ覚えたら、まあ、なるべく即作りましょう。一気にお肉がね、楽になります。ということで、今回はこの辺りと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。